客様にご案内いたします。列車は間もなく山手貨物線の田端操車場に到着いたします。田端操車場はかつて半分を設けられるほど歴史のある貨物操車場の一つとして活躍してきましたが、貨物輸送の合理化や武蔵野線等のバイパス路線が開業すると取扱い車数が減少していき規模が縮小、東京新幹線車両センターに設備が切り替わるなどし現在の姿となっております。なお池袋方面からは田端操車場へ直接進入できませんので、上中里付近より一度着圧線へ進入いたします。その後列車は進行方向が変わり1号車が先頭となります。田端操車場へ進入時、進行方向右側には東京新幹線車両センター、左側には北車両センターがご覧いただけます。車内より田端操車場構内の様子をお楽しみください。なおこの先列車の進行方向が変更する際にお座席を回転させる場合は、前後のお客様と話し合いをしてからの回転をお願いいたします。列車番号 9413M、 列車種別急電、速度種別通電 A7 に変わりまして金町に向かいます。この先列車は金町、新小岩操車場、本田、熱海でそれぞれ進行方向が変わります。重ねてのご案内となりますが、お座席を回転させる場合は前後のお客様と話し合いをしてからの回転をお願いいたします。先日花貨物船団員で常磐線を走行した際は隅田川より走行してきた EF66-27 と出会いましたが、今回はいかがでしょうか。貴重な列車や機関車と出会いますことをお祈り申し上げます。引き続き18号系でのひとときをごゆっくりお楽しみください。なお隅田川貨物駅は進行方向右側にご覧いただけます。列車は間もなく新小岩操車場に停車いたします。新小岩操車場出発は11時24分を予定しております。この先進行方向が変わりまして 9215M、 列車種別急電、速度種別通電 A1 で総武本線総合線を快速列車に追いつかれないよう本田まで参ります。千葉駅までは不停車を予定しておりますので、18号系の快速線の走りをご堪能ください。なお新小岩操車場ではお弁当を配布いたします。お弁当は指定されたお座席にお配りいたしますので、お不在のお客様は今お座席にお配りいたします。デッキでの配布はいたしられますのでご了承くださいませ。列車はあと約5分ほどで本田に到着いたします。本田は京葉線の103系時代から連結作業が行われていました。連結作業が行われている2番線に到着いたします。本田から先列車は進行方向が再び変わりまして、 9216M、 列車種別急電、速度種別通電 A1 で途中外房線、京葉線、武蔵野線を通りまして吉川南まで参ります。本田の出発は12時15分を予定しております。なお本田から先は熱海まで進行方向が変わることはございません。ブルートレインの廃止後 JR 貨物へ売却され、一時期は JR 貨物塗装を残されておりましたが、最近の国鉄直乗り換えの流れ、現役当時の国鉄直に乗り換えられております。ぜひ EF65 をお楽しみください。隅田と信号場はこちらの貨物ターミナルに入るために設けられた信号場です。列車はこれより先地平線を走行してまいりますが、千葉貨物ターミナル駅廃止以前は現在下り廃止線に活用されている高架線を走行しておりました。これは当初南海岸方面から来た貨物列車
し貨物駅へ訂正できるようにしたためです。しかし内海岸方面からの貨物列車は設定されず、2000年の貨物駅開始まで一体交差が有効活用することはありませんでした。引き続き185系の旅をお楽しみくださいませ。列車はあと約10分ほどで終点の品川に到着いたします。8番線到着、お出口は左側です。落とし物、お忘れ物なさいませんよう今一度お確認ください。品川到着後は一度改札の外に出ていただきますようお願いいたします。そのまま改札を出ないでお乗り換えはできません。改札口は進行方向前寄りの北口改札を出ていただき会社となります。品川駅出場後はネックストラップを取りいただき記念にお持ち帰りください。この列車は品川駅到着後回送列車となります。写真撮影されるお客様にお願いいたします。写真撮影をされる際は一度改札を出ていただき改めてご入場いただきますようお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。皆様、本日はお楽しみいただけたでしょうか。今回の185系の旅が皆様にとって素敵な思い出の1ページとなりますようお祈りを申し上げます。本日は JR 東日本ビューツーリズム&セールスをご利用くださいまして誠にありがとうございました。
てありがとうございます。